昼は学校、夜は塾、深夜は家で YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回はですね、巣鴨高校の問題、区別のつかないカード4枚を箱 ABC に入れます。1つの箱には0から4枚入りますよと。で、入れ方は何通りありますかという問題です。この問題3通りの解き方でね、解説していきたいと思います。最初の2つは中学生だったらこうやって解くよと、最後の3つ目はですね、高校生だったらこうやって解くよっていう話をね、したいというふうに思います。まず場合の数の基本は樹形図を書いて解くっていうのが基本になります。これ樹形図書けば普通に解くことができます。今カードは区別がつかないので枚数によって決めていけばいいんですね。具体的に言うとこういうことです。 A、B、C で、例えば A を4枚入れて B は0枚、C は0枚、こんな具合で樹形図書いていけばいいんですね。そうすると続いて A が3枚だったら、ちょっとね、大きい順で書いていきます。3枚だったら1枚、0枚、もしくは3枚、0枚、1枚 OK ですね。続いて A が2枚だったら、2枚、2枚、0枚、合わせて4枚だからね。で、続いて2枚、1枚、1枚、2枚、0枚、2枚、足して4。続いて A が1枚の時だったら0、大きい方ですね、失礼しました、1、3、0、1、2、1、1、1、2、1、0、3ですね。で、最後 A が0の時は0、4、0、031、022、013、004という具合にして、そうすると全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、だ答え15通りという具合に出すことができます。ということで、まあ、これぐらいね、そんなに大したことじゃないですね。まあ、気をつけていかなきゃいけないのはね、被らないようにするということですね。あとは数え漏れないように、まあ、私の場合ちょっと、ね、今大きい順で書いていきました。左側ね、大きい順で書くとこのようになります。で、こうやって数えてもいいんですが、続いて別解ですね、2つ目の解き方ですが、組み合わせを考えてから並べるっていうやり方で解くこともできます。組み合わせを考えてから後で順番決めて並べるよと。どういうことかというと、とりあえずその 4枚ありますよね。4枚を足して4になる3つの数の組み合わせをまず考えるんですね。例えば0足す0足す4とかで、後で ABC を決めるわけですね。つまり ABC をこれ004にするとか040にするとか400、後で順番決めちゃおうというふうに考えるんですね。とりあえず足して4になる3つの数を探して、後で順番決めればいい、 ABC を決めればいいっていうふうに考えます。じゃあ他にはどんなものがあるかと、013ですね。で、これは ABC を決めると何通りあるかというと、これさっきは004は3通りありましたが、これ3つ異なってるとこれ6通りあります。まあ、具体的に書き出すと013、031、103、130、301、310、確かに6通りありましたね。まあ式で言うと 3×2×1 なんですけど、まあ6個ありますよということですね。はい、他にはって言った時に、続いて022がありますね。で、これは3つのうち2つ数字が同じなので、実はこの004と同じ場合だけあるっていうのが分かります。まあ、具体的に書き出すと200、020、002なんですけど、で、他にはって言われたら、もう例えばこれ031とかもこうやってますからね。そうすると1を使うしかないから、112ですね、112で、これはこの ABC004 と同じパターンになりますね。2つ数字が同じなので、これやはり3通りあります。まあ、もう書かなくてもいいかもしれないけど、一応書くとしたら 112ABC ね、121211で、実はもう他にないですよね。
もうこれ以外ないです。この組み合わせのね。ということで、全部で、これ3が3つあって9。で、あと6がありますから、3×3 足す6で15通りという具合に出すことができます。まあ、慣れたらこっちの方が早いかもしれません。ね、組み合わせ、足して4になる組み合わせの数字を見つけてから、後で順番決めようね。ABC 決めようねっていう考え方ですね。じゃあ最後に、高校生だったらどうやって解くかっていう話をします。3番目の解き方についてですが、このカード4枚をちょっと丸で表したとします。で、例えば、この ABC を2枚、1枚、1枚に分ける。これをですね、仕切りを使って表したいと思います。どういうことかっていうと、仕切りを使ってですね、ここが A が2枚。B が1枚。で、C が1枚。このようにして表現すると。2、1、1と。他にも、例えば、3枚、1枚、0枚だったら、今、A の取り分を3枚。B の取り分を1枚。C の取り分を0枚。A、B、C と。というふうに表現することができますね。3、1、0と。他にも、もうちょっと極端な例やりましょうか。0、0、4とかですね。0、0、4だったらどうなのかと。と、A が0枚なので、ここ A の取り分、ここ0枚。で、B の取り分も0枚。で、C の取り分4枚。A、B、C。つまり何が言いたいかっていうと、これ、丸4つと棒2つで全て表現できちゃうって話なんですね。丸4つと棒2つで表現できちゃう。つまり、この丸4個と、この棒2個を、並べた場合の数と等しくなるって言いたいわけです。まあこの場合だったら A が4、B が0、C が0というのを表すわけですね。じゃあこれが何通りあるかっていうふうに考えればいいわけですけども、例えばちょっと番号を振ったときに、番号、これね、1、2、3、4、5、6っていう番号を振ったとします。で、その時に、ちょっと棒の立場に注目すると、棒が例えば5番と6番に入るとか、まあ他にも例えば4番と5番とかですね。4番と5番を棒にしようとか。で、まあ例えば1番と2番を棒にしようとか。っていうふうにして考えると、棒の場所を2つを決めるってことは、6つの数字から2つの数字を選んでることと等しいですよね。5、6を選ぶとか、4、5を選ぶとか、1、2を選ぶとか。ってことは、じゃあこれ全部で何通りあるのかって言われたら、6つの数字、異なる6つの数字から2つ選んだ組み合わせなので、これ 6C2 で出せるよって話なんですね。もしくは、丸の立場に注目すると、1と2と3と4を選ぶとか、1、2、3、6を選ぶとか、3、4、5、6選ぶとか、1から6の中から4つ選ぶよ。だから 6C4 でもいいんですね。なので、どちらにしろ、6C だと 2×1、6×5 で、これ計算したら15通りって出ますし、こっちだって4321、6543で計算することができて、これを計算したらやはり15通りと出すことができます。なので、これ丸と棒を並べる問題に話をすり替えるということで、で、棒もしくは丸の立場に注目して、その6つの中2つ選ぶという形でやることによって解くことができるよという解き方ですね。まあ、これはね、高校生だったらね、ちょっとこのやり方でね、ちょっとできなきゃいけないかなっていう感じはします。まあ、中学生だったらね、一つ目の解き方か二つ目の解き方、どちらができればいいというふうに思います。わかったかな？まあ、もちろんですね、数学を教えてる先生はね、三つとも知っといた方がいいと思います。はい。以上で解説終わります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント待ってます。では。